前回、一人くれんぼをやらせていただきました。え、すごいなんか、たくさんの人から反響があって、あれから家に以上のちょっとそのね話をしようと思ってたんだよ、今日は。あのー、一人くれんぼをやって、次の日、ちょっと人形放置してたんだよ、そのまんま。放置してて、 お風呂入ったんだよ。お風呂入ったとき、なんかね、すごい、ラジオのノイズみたいな音がね、なんかいろんな方向から聞こえてきて、あ、ちょっとこれやばいな、みたいな。の、呪いだ呪いだぞみたいな思ったから、その次の日、神社行きました。<laughs> いや、すごかった。何がすごかったかって、神社の住職的な人にめっちゃ怒られた。 そう、そう、危ういことそう、危ないことしょ、しょ、しゃべりましょうみたいなね。もう何言ってるかよくわかんなかったんだけど、そう、か主か。か主さんにね、怒られました。危ない、その、高齢術、みたいなね、そういうのは、うーん、今、本当によかないからって。なんか怒られました。<laughs> じゃあ、お願いしますみたいな感じで。もう二度とやっちゃダメって。言われた。いや、そりゃそうか。うん。 までも、それ以来ね、なんか、変わってる様子は、なかったと思うでしょ思うんだけど、帰って、その翌々日ぐらいなんだけど、お風呂入ってたら、あのなんかね、お風呂のね、底、なんかね、あるのよ。あれなんか、へ、張り付いてんなと思って、見てみたのよ。なんと、人形の、 リボンの部分が残ってた <laughs>。ちょっとこれやばいと思って、そのゴミに、なんか、勢いでゴミ箱を捨てちゃったんだけど、ま、でもリボンだけなら大丈夫かなと思って、燃えるゴミに捨てました <laughs>。いや、それかな、本当に怖かったのは。あと、お風呂つながりでもう一つあるんだけど、うちの猫が、お風呂のね、線を、なくしました <laughs>。 ペンをね、なんか猫が引きちぎって、どっか持ってっちゃったんだよ。そのせいで、今僕お風呂に入れないんだよね <laughs>。